見事だった。ああ、相変わらずの腕だ。あんな難しい部位の脳動脈瘤をあの速さでクリッピングするなんて。ああ、素晴らしいオペだったよ、ヘル、ドクター天馬。建造天馬は天才だということを改めて確認したよ。いえ、皆さんのおかげです。ありがとうございます。もうこんなに日が高くなっていたのか。ああ、なんたって6時間ぶっ続けのオペだったもんな。今日は外来もないし、ゆっくり休め。ほら起きろ、起きなさいドクター天馬。役柄が逆でしょ。キスで目覚めるのは私みたいなお姫様のはずよ。エヴァ来てたのか。デートの約束忘れてたでしょ天蔵。あ、いや忘れてないよ。東ドイツ貿易局顧問のリーベルト氏が昨日妻子を伴ってマスコミの前に姿を現しました。リーベルト夫妻は疲れた様子もなく、二卵性双生児の娘さん息子さんと共に明るい表情を見せてくれました。一家はしばらくの間こちらデュッセルドルフに滞在し、当局の用意した住居で生活することになります。寝た気がしない。こら、ダメよ、起きて。あなたのニュースよ。オペラ歌手ローゼンバッハさんですが、術後の経過は順調のようです。手術に当たったアイスラー記念病院のハイネマン院長が先ほど記者会見を行いました。ローゼンバッハさんの診断名は破裂脳動脈瘤です。手術自体は予定通り、クリッピングも非常にうまくいきました。多くのファンを持つローゼンバッハさんですが、復帰の可能性は？ええ、彼の歌声を蘇らせるために全力を尽くします。これまでも数多くの困難な手術を成功させてきたハイネマン医師のチームですが、
今回の手術でまた我が国の医療界での地位を揺るぎないものにしたと言えるでしょう。素晴らしいわ、ケンゾ。僕のニュースじゃなく、君のパパのニュースだよ。それはそうだけど、でもそれもあなたが昨夜父のチームで完璧な手術をしてくれたからよ。次のニュースです。父もきっと感謝してるわ。病院の名声を上げてくれたのはあなたなんですもの。感謝するのは僕の方だよ。僕がこうしてドイツでやっていけるのも君のお父さんのおかげだからね。頑張って、ケンゾ。父についていけば絶対に大丈夫。血圧128-64。ノーベラ。これからピラミスを削るぞ。相変わらず見事なオペだったよ、ドクター天魔。ありがとうございます。うまいのはオペだけじゃないみたいだけどね。その若さでチーフの座に座り、院長も外科部長も大のお気に入り。しかも院長の娘のハートまで解きたもんだ。何が言いたいんですか、ドクターベッカー。すまん、何も悪い意味で言ってんじゃないさ。病院は政治の世界だからな。君だって院長にうまく利用されてることは分かってるんだろ。君が成功させたオペラ歌手の手術をさも自分がやったようにテレビで記者会見だもんな。ま、利用されるってことは実力があるってことだ。君が出世したら俺のこともよろしく頼むよ。今度一杯おごるからさ。あの、何か。あんた、ドクター天魔。はい。亭主を返してよ。うちの人返してよ。あんた、どうしてうちの人を手術してくれなかったんだ。あなたはうちの人の方が早くこの病院に担ぎ込まれたのに。あんなオペラ歌手なんかより先に運び込まれたんだ。なのに後回しにしたんだ。あんた、この病院で一番腕の立つ医者だそうじゃないか。なんで、なんで、なんで。あの時確かに僕は工事現場で事故に遭ったトルコ人のオペに当たるところだった。ドクター天魔。はい。君はこっちじゃない。大至急第一手術室の方に行ってくれ。院長からのお達しだ。急いでくれ。あんたが手術してくれれば助かったんだ。あんたが。母ちゃん、あの人を返せ。あの人を。母ちゃん。でね、そのドレス友達と奪い合いよ。あのサイズ一着しかないんだもの。でも安心して、私のものにしたから。ちょっと聞いてるの。一体どうしたの、さっきから。カルテを見たんだ。トルコ人のオペを執刀したのはドクター・ベッカーだった。やだ、まだその話。明らかに治療開始に時間がかかりすぎている。もし僕が執刀していたら、あのトルコ人のクランケをなんとか助けることができたかもしれない。やめてよ、食事中に。しかし僕にどうしろって言うんだ。僕はただ院長の命令通りあのオペラ歌手のオペをしただけなんだ。僕に責任はない。そうだろう。当たり前よ。人の命は平等じゃないんだもの。
あの屋敷か。はい、通報者は隣人です。銃声は何発だ。五六発です。この家の住人は。それが先日東ドイツから亡命してきたリーベルト氏の住居だそうです。面倒なことになるぞこりゃ。三つ数えたら突入する。1、2、3。休館か。頭に銃弾。クランケはその男の子一人なのか。ええ、両親は即死です。強盗か何からしいですけど。分かった、あと5分以内に病院に到着するよ。あら、お父様。申し訳ありません、ハイネマン院長。大事なお嬢さんをこんな時間まで。何を言ってるんだ、天馬君。エヴァはもう君の婚約者じゃないか。どうだね、お茶でも一杯飲んでいかんかね。結婚式の日取りは日本のご両親には連絡したのかね。はい。しかし父は小さな病院の開業医ですので、このドイツまで来れる時間が取れるかどうか。いい機会だからゆっくり海外旅行を楽しんでいただくのもいいんじゃないか。そうよ、我が家でご招待するんだから。ありがとうございます。院長に何から何までお世話になってしまい。ドイツに来た時の健三は高校生の男の子かと思ったわそれが今やアイスラー記念病院の若手医師ナンバーワン。ところで健三、今は君がやっているくも膜下出血後の脳血管練縮の研究だが。はい、犬のくも膜下出血のモデルを作っています。すまんが、その研究はキャンセルだ。はい。次の欧州救急医学会総会で私がシンポジストとして発表することになってね。君に総考をまとめてもらいたいんだ。あ、いや、しかしもう少しで研究がまとまるところで。いや、しかし今日の昼間参ったよ。どうなさったの、お父様。うさんくさい民間団体が病院に詰めかけてきてね。先日のオペラ歌手の手術に関して騒ぐんだ。先に運び込まれたトルコ人の怪我人を後回しにしたとね。まったくの勘違いだ。手術はトルコ人の方が先に行われているんだよ。我々の手続きには何ら問題はない。そうだろ。あ、はい。まったく彼らは医者をボランティアか何かと勘違いしてるんだよ。我々は人の命を救う以前に学級の徒。そうだろ。とにかく私の発表の総考は頼んだよ。君には期待してるんだ、天馬君。ありがとうございます。くそ。
フランケは？たった今、中に。容体は？血圧72-50、脈拍137。銃弾は前頭部からか。直ちにレントゲン写真を。はい。ドクター天馬。この子は？今の男の子の双子の妹です。外傷は？ありません。ただ精神的ショックが大きいようで。何だい？殺して。ドクター天馬、頭部写真と CT スキャンが出来上がっています。分かった、今行く。前頭部から入って脳の最深部に達しているな。ええ、これは難しいな。え？銃弾が左中大脳動脈をかすめている。なるほど、ドクター天馬の言う通りだ。こりゃ厄介だぞ。銃弾を少しでも動かしたら破裂して大出血するかもしれないな。遅れて申し訳ない。ドクターベッカー、当直のあなたがこんなに遅れてどうするんですか。両側前頭部を解凍し、骨片の除去、汚染脳の除去を行う。そして慎重に銃弾を摘出、最後に損傷血管形成。ちょっと時間がかかりますが、みんな頑張っていきましょう。血圧120-80、脈拍92、良好です。麻酔かかりました。ドクター天馬。はい。君はこっちじゃない。大至急第一手術室の方に行ってくれ。市長がロデッカ市長が脳血栓で倒れたんだ。今ヘリでこっちに向かっている。あと10分で到着する予定だ。それじゃあドクターボイヤーに連絡を取ってください。動脈閉塞の可能性がある。もしそうだったら君が執刀するんだ。しかしたった今あの子供のオペを開始するところだったんですよ。院長からのお達しだ。はい、天馬です。いや、天馬君か。市長の件よろしく頼むよ。ドクターアイゼンとドクターボイヤーにも連絡を取った。これで万全だろう。しかし院長、僕はたった今別のオペを開始するところで。そっちはドクターベッカーに任せればいい。お言葉ですが、今開始するオペのクランケは銃弾が左中大脳動脈をかすめていて大変難しいオペになりそうなんです。でも僕にはやり遂げる自信があります。市長はドクターボイヤーにお任せします。あの子供のオペは僕が執刀しなければ無理なんです。天馬君、ともかく全力を挙げて市長を救ってくれたまえ。市長は次の医療審査で我々の病院に対する助成金を大幅に増額することを約束しているんだ。奴にはまだ死んでもらっては困るんだよ。よろしく頼んだよ天馬君。君には期待しているんだ。はい。市長がヘリポートに到着したぞ。 CT の後すぐ暗行だ。血栓閉塞部位の確認を頼む。さあ準備をしておくれよドクター天馬。君の天才的な腕頼りにしてるよ。医者をボランティアか何かと勘違いしてるんだよ。我々は人の命を救う以前に学級の徒。そうだろ、そうだろ。僕はただ院長の命令通りあのオペラ歌手のオペをしただけなんだ。僕に責任はない。当たり前よ、人の命は平等じゃないんだもの。返してよ。あんたが手術してくれれば助かったんだ。
どうした、ドクター天馬。僕は向こうでオペが待ってます。おい、ドクター天馬。院長の命令だぞ。今市長が CT スキャンを受けています。医師の方は急いで毒屋室へ。分かった。待て、ドクター天馬。ドクター天馬。大丈夫だ、頑張れ。僕が助けてやる。殺して。And slowly you come to realize it's all as it should be. You can only do so much. If you're game enough, you could place your trust in me. For the love of life, there's a trade-off. We could lose it all, but we'll go down fighting.